片平川は神奈川県横浜市を流れる二級河川。工業用水三級。片平川本流の全域が神奈川県横浜市内を流れている。旭区若葉台団地に隣接し、国道16号との間に挟まれた上河合町の警察犬訓練施設脇の畑と産業廃棄物埋め立て地に源を発し、源流からほどない場所に二重構造の人工河川として、 上川井町商船アメニティが整備されている。ここに湧き水のように見える排出口の開いた穴のついた岩があるが、これは人工化専用の用水ポンプであり、自然の源泉ではない。その側にコンクリートで貸しの固められた細い本流があり、それを遡ると源泉にたどり着く。ほどがやくを南東に流れ、 横浜駅東口を取り囲むように流れ、西区の港未来地区と神奈川区のポートサイド地区にまたがる場所で横浜港に注ぐ。現在の川口周辺の埋め立て以前の河口は平沼橋駅あたりであった。もともとは蛇行の激しい暴れ川で水害の多い川であったが、対戦以前は高地の灌溉等を目的に利用されており、治水事業としては、 本格的な改修は行われていなかったが、水害を契機に川の直線化や護岸工事など大規模な改修が進められ、西谷から横浜駅付近に流す約 7.5km にわたる地下分水路や鶴ヶ峰駅付近の片平川浸水緑道などの浸水公園、川辺公園などが作られた。片平川と片平橋を描いた浮世絵。 歌川広重作片平川口付近の様子を示す。当時の地図川口の築定が見て取れる、現在の横浜市ほどがやく天皇町一帯は、片方が山で、片方が田畑であったため、かつては、片平と呼ばれていた。その地を流れていたので、片平川と呼ぶようになった、と申されているが、名称の由来については、諸説ある。神奈川の地名の由来は、 片平川へ関東ローム層の中の酸化した鉄分が流れ出し川を赤金色に染めるからだと言い,い、神奈川と書くこともあるとする説もある。神奈川の名称は文永3年5月の鶴岡八幡宮文書に神奈川号として史上に現れる。神奈川里は東京湾に注ぐ片平川の河口を中心に数十村で形成する港の豪村であった。 江戸時代には40家村を含む地域名神奈川となり、東海道に沿った集落が神奈川塾と定められ、水陸交通の用地となった。明治元年9月、明治政府は神奈川塾を中心に、片十里の土地を管轄していた神奈川府を神奈川県と解消した。これが県名神奈川の始まりだが、元下の土地は、 急爆量であったため分散していた。明治5年2月、神奈川県は、西は、相模川、東は、多摩川、北は、多摩郡の地域を管下に収め、同9年5月伊豆国を除く足柄県を合併、同26年4月の三多摩分離まで最大の県域であった。2016年以前までは、横浜駅付近の川沿いには十数軒の途端性の、 おでん屋台がの木を連ねており、名物となっていた。付近には、警察からの無許可営業の店舗は撤去する、胸の警告看板が立っているなどしていながらも、実態は、どの店も数十年来営業を続けていたが、2016年1月末に撤去された。ほどがやく星川付近には、かつて那須船業が多く存在した。この染色那須船の染料を流すことや、 周辺の生活排水や工場排水などが増え始め、一時期は汚染が進んだ。下水道の普及など状況は改善されつつあることや、魚の放流などもなされた結果、自然が戻りつつあり、あゆ、神奈川県でも、珍しいギバッチのほかや仏土城、東吉登など横浜市の2011年度の調査では全部で18種類の魚が確認されている。 なお、神奈川県内では、相模川水系の鳩川等でもギバチが確認されているが、相模川水系の生息地は、片平川より北であるため、片平川が日本最南端のギバチの生息地と考えられる。また、東日本大震災の復興事業として2013年より、鮭の稚魚の放流が行われているが2019年時点では、 成長した鮭が泳ぐ姿は確認されていない。横浜市環境創造局が発表している水質汚濁ク及び地盤沈下状況記者発表資料によれば片平川の水道橋地点における生物化学的酸素要求量の数値が1984年をピークに年々低下を見せ1991年以降は5ミリグラム。 L を下回って安定しているなど、水質の改善がデータ上でも見られる。現在では、中流域の BOD 平均値は1.0まで低下しており、これは神奈川県東部の河川で最も低い数値である。一方で2012年の環境科学研究所による調査では、片平川川口周辺では、有機物や硫化物の濃度が高く、汚濁が進行していることが示され、 水産用水基準による提出評価や七都県市提出環境評価では夏には魚介類や訂生生物にとって厳しい生息環境にあると判定された。横浜市旭区片平川2018年2月14日閲覧水質環境基準の累計指定の見直しについて横浜市2018年2月14日閲覧 片タ川の源流までってどうなってるの浜レポ。2018年2月14日閲覧。横浜の河川片タ川水系。横浜市環境創造局政策調整部政策課。2018年2月14日閲覧。ABC、片タ川の紹介。横浜川崎地水事務所。2018年2月14日閲覧。ほどがやあれこれ、片タ川の地水。 ほどがやく。2018年2月14日閲覧。片平川、水系片平川分水路。横浜市環境創造局政策庁西部政策課。2018年2月14日閲覧。ABC、片平川都市基盤河川改修事業の効果について。国土交通省関東地方整備局。2018年2月14日閲覧。 朝日区を知ろ施設案内緑の施設朝日区の公園片平川浸水旅道。朝日区。2018年2月14日閲覧。我が町ほどがや歴史散歩。ほどがや区。2018年2月14日閲覧。片平川水系河川整備計画。神奈川県。P5。2019年5月19日閲覧。AB。丘野神殿の開発に携わった。 岡野義近さんってどんな人浜レポ。2018年2月15日閲覧。西区歴史散歩道。西区 ?2018 年2月15日閲覧。かつて、横浜市内に130社以上も存在した、那須船会社の今を教えて。浜レポ。2018年2月15日閲覧。見どころ紹介天皇朝。峰岡、時和題、ほどがやく。 2018年2月15日閲覧。ABC 片平川水系河川整備計画。神奈川県。2018年2月15日閲覧。横浜の河川は自然を意識して再生されるのか。浜レポ。2018年2月14日閲覧。台風22号首都圏を直撃した巨大台風暴風雨により都市機能が麻痺。国土交通省。 2018年2月14日閲覧。地下施設の浸水対策について考えてみましょう。横浜市総務局危機管理室。2018年2月14日閲覧。ビブレ前のおでん屋台は完全に姿を消したのか。後編。ハマレポ。2018年2月14日閲覧。横浜市日区今川公園。 横浜市朝引区役所。2018年2月14日閲覧。横浜市朝引区、片平川浸水力道横浜市朝引区役所。横浜市、片平川流域川の姿と、私たちの遊び場。横浜市。1992年。片平川片平川で、あゆが誕生横浜で、初確認。浅番、片平川、絶滅危惧種、ギバッチ生息。 ボランティアグループが発見水質改善の裏付けに、タウンニュース、オリジナルの2013年7月24日時点におけるアーカイブ。 https://archive.it/.20130724123934/.http://www.townnews.co.jp/.0105/.2010/.02/.18/.19126/.html/. カタビラにはどんな魚がいるのハマレポ。2018年2月14日閲覧。カタビラに、鮭の稚魚放流。株式会社ダウンニュース社。2019年8月14日閲覧。H19 年度の水質オダク及び地盤。沈下状況記者発表資料。横浜市環境創造局。2018年2月14日閲覧。 平成27年度公共用、水域水質測定結果測定結果、入江川墓は、片平川川口周辺における水質、提出等の調査、横浜市環境創造局、2018年2月14日閲覧、ありがとうございます。